はい、ということでこれ何トミーがイヤホンを持ってなさすぎるんで持ってなさすぎるイヤホンを買ってきて、うん、サブにもイヤホンあげたっていう、うん、俺のイヤホン、うん、ビーツってやつね。これなんてやつ？ HR。 どういうやつ？ HR HR ってどういうやつ？いや、どういうやつかわかんないよマジで。いや、聞いてみたら多分大切にした箱。はい。もう捨てられたらさすがにちょっと俺だってやべえ。いや、お前うるさいずっとうるさい、お前は。でも本当に俺、イヤホン買ったことないの。なんで？ありがとう。いやいや、全然これ絶対取れないぞ、あと。ん？取れるよ。絶対取れるよ、取ってみ。枝豆と一緒だよ。あ、それ枝豆と一緒なんだ。うん。おー、何にも聞こえない。ほんとに？うん。な、サンテ PC っていう目薬なんですけど、おすすめです、うん、おい、カシオレじゃないか。お、結構思ってたのと全然違うわ。思ってたのよりも全然、うん、何？そうそうそう、なだってベース知らないでしょ。うん、そうなんですよ。いや、音楽ってでん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 のとこが、そう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 、こんなするんだ。だからで、ライブ会場だったらもっとしっかり聞こえるよ。え、それは何？イヤホン。それイヤホンか。2個。え、これと同じ？違う、黒だ。ビーツ B。 はい、これ B って書いてある。まあ、いろいろあってね、2つ持ってるだけなんですけど、編集とかさ、うん、家でやんなきゃいけない。今たまたま2つ持ってきたっていう。イヤホンってめちゃくちゃ断線するじゃん。うん、安いやつはほんと1ヶ月か2ヶ月でダメになっちゃう。うん、だから1ヶ月ぐらいしか曲聴けないもん。これこれ電話になる？あ、マイクとか。あ、なるよ。すごっ。すごい。あの人ってでもちょっとずっと違和感あるよね。ああ、そうだね。ずっと慣れないね、あの人に。で、俺イヤホンで電話してるときも一応こうやってやるもん。あ、そうだよね。だってイヤホンでこうやってやってる人、いや、そうやってやんないんだよ。あ、こうやってやってる人ね。そう。いや、あのさ、この間さ、俺さ、カレー食ったんだけどって人。うん。あの人に俺一生なれないわ。豆知識だけど、イヤホンって、結構知ってる人これ多いと思うんですけど、うん、こう刺すじゃん。うん。こう。これを半刺しって言って、うん、半分だけ刺すの。うん。そうすると、ボーカルの声だけ聞こえなくなるの。だからカラオケバージョンで曲が聴けるようになる。マジっすか？これ知らないでしょ、意外と。流れんの？曲で、ボーカルの音流れんの？うわぁ！すごっ！これ、これができるの。で、理由が、ここに端子に、うん、波みたいなのができてんだけど、それが打ち消しちゃっちゃう、うん、ちょうどボーカルが。うんうん、だから、ボーカルだけ綺麗に聞こえなくなって、で、まぁ、俺、そんな専門的な知識知らないけど、コーラスとか、そうなんだろう、ハモリみたいなパートは残るから、メインの強い声がなくなるから。へぇ、そうそうそう、すげえ。逆にギターの音を聞きたいとか、うん、なんだろう、ドラムがどういう音鳴ってんのかってあんま聞いたことないじゃん。うん、それもめっちゃ楽しいよ、音楽。へぇ、俺すげえな、ほんとに、うん、こんなにピッシリいくと思わなかった。そうそう、ほんとになくなる。へぇ、音楽聴くわ。